では今日は大竹文雄先生の競争と公平感という本をご紹介します。で、ですね、さっきの本もあの菊池先生って阪大の先生だったんですけど、あのこの大竹先生も阪大の先生で、社会経済研究所水田にあるんですけど、まあ、経済学の、先生です。で、この本当に最近出た本なんですけど、競争と公平感ということで、まあ、これ結構タイトルが本当ポイントで、競争と公平じゃないです。競争と公平感で、どのようにその競争がない世界っていうのはパッと考えたら公平なような気がするんだけど、でも公平感のある世界かどうかは分からないですよね。で、競争をなくすことが本当に公平感の上昇につながるのかっていうことを、いろんな角度から書いて、やってる本で、最近その、まあ、これ大竹先生はその労働経済学って言って働いてる人に関する、まあ、経済学を、そういう視点から経済学をやってるんですけど、その最近流行ってる心理学と経済学の境界領域である行動経済学っていうののすごいいい教科書でもあって、で、まあそうですね、最初の方にですね、面白いのは、漁師の、働き方の問題があるんですけど、ちょっと言うと、まあ、あなたが漁師だったとしよう。で、一定の労働時間、まあ、あれですよね、24時間フルで働けないから、まあ、限られてますね、1日で働ける時間。で、その労働時間で最大の所得を得るには、どのように働くべきか。一つ目は、毎日決まった時間に漁に出て、決まった時間、漁をする。で、もう二つ目は、魚が多く取れそうな天候の日に長時間漁をして、そうでない日はもう漁に出ず、他のことをする。で、三つ目は、魚が少ない日に集中的に漁をする。で、4つ目は誰よりも早く朝早く漁に出て、で、魚が取れなくなるまでもうひたすらに頑張り続ける。で、5つ目は、時間あたりの所得が高い日に長時間漁をする。で、経済学的に導かれる正しい働き方っていうのは、一番最後の、時間あたりの所得が高い日に長時間漁をするのが正しいんですね。だけど日本の漁師は実際どうしてるかというと、朝早く、その誰よりも早く、とにかく早く朝もう漁に出て、で、魚が取れなくなるまでもうひたすら海の上で頑張るっていう、そのパッと考えたら、いや、そんなんしても意味ないやろって、取れへん日はもう絶対取れないじゃないですか。で、そんなんしても意味ないやろっていう頑張りすぎな働き方をしてるんだけど、なぜなのか、なんでそんなことが起こってしまってるのかっていうと、そういう規制があるんですよ。その漁に関する法律があって、で、それが、漁師たちをそのように駆り立てている。で、そのパッと考えて不合理なような感じがするんだけれども、その市場のメカニズムとかを考えると合理的というか、まあ、そうせざるを得ない行動っていうのがいっぱいある。で、市場構造、市場とは一体何なのか、だから市場競争っていうのが何なのかっていうのをいろんな観点からその書いていってて、まあ、その漁師の話からタクシー運転手の話とかもあるし、あとはそのまあ文化差の話ですね。よくあるのは日本とアメリカの比較が結構いろんな方向からこんなのは日本人はこう、アメリカ人はこうっていうのがいろいろあるんですけど、日本人はあれなんですね、なんか競争をその好まない人種とか民族だっていうふうに言われてるんですけど、それは何でなのか、その性格的な遺伝的なものなのか、それとも文化的なものなのかっていうのが、最近 その経済学の研究でもういろんな論文があっていろいろ明らかにされていて、で、そういうのも紹介されてますし、その男性と女性で、その男性、何ですか、会社の社長とかが男性が多いんですけど、それは何でなのかっていうのは、男性の方が競争を好むからではないのかとか、で、競争を好むからなのか、そうか、その規制とか、まあ、それあれですよね、最近だと男女共同参画とかってありますけど、女性が昇進できない仕組みがそうさせてるのか、それでもその仕組みを取っ払ってもやっぱり男性の方が競争が好きだから結局男性だらけになるんじゃないかとか、なんかもういろんな考え方ができて、でそれをその最近の経済学はもう経済学のくせに、まあ、言ったらその、まあ、なんていうんですかね、イメージしてる経済学とちょっと違うことを多分最近はやってるんですけど、なんかそれがその なんて言ったらいいのかな、本当に競争させてるものは何なのかみたいな、競争をそのせざるを得なくさせてるものっていうのは、まあ、遺伝なのか文化なのか、まあ、それともなんか歴史なのか何なのか、で不況の世代はなんか競争を好まないとか、なんかいろいろあるんですけど、なんかそれをもうひたすらいろんな観点からこの競争と公平感っていうことについてずっと書いてあると思います。で、なんか結構言おうと思ったこと言えなかったかな、なんかね、面白いのがいっぱいあるんですけど、日本人ってなんかすごくその本当に変わった民族で、なんか日本だけがなんか政府を信じてないっていうアンケート結果が出てて、
で他はなんか大体信じてるんだけど、なんか日本人はなんかあんまりなんかその政府があのどうこうすべきとか思ってないくせにでも格差を認めないみたいな、なんかすごいなんか変、日本変だみたいなこととかもいろいろありました。でもう終わっちゃったんですけど、まあ非常にこんな薄くて安い780円の本なんですが、非常に読み応えがあり、行動経済学あの最新の研究があるんで、ぜひ買って読んでください。以上です。